今回は仕方なくひたかすの方向け告知です。サニワメソッドというスピリチュアル系の方法を用いて、歴史の謎解きを進めています。もともと私の著書にサニワさんという方が登場し、私が歴史の謎について推察、考察したことに対し、アカシックレコードのような存在にアクセスして是非を伝えてくれて、内容を聖地化したことを歴史の真相として発表していました。サニワさんが亡くなり、サニワさんの使っていた方法を使えるようになっていたので、自分でやっているのが今です。サニワさんは霊感もあったのですが、私が彼と話す中で歴史の謎を解くと、それを今にすると困る人がいるみたいです。今鍋島さんが謎を明かされた瞬間空気が重くなりました。とか鍋島さんが歴史の謎解きをされた瞬間、周囲にいる守護霊の人たちもうんうんとうなずいて喜んでますというようなことを言っていました。私にはその霊感はないですが、サニワメソッド自体には霊感は必要ありません。ちょっとした訓練を積めばできるようになりますが、かといって誰でもできるわけではないものでもあります。と、それはさておき。今回は私がノートで書いたことの告知です。私が1ヶ月前くらいにしがらみがなくなったことで、いろいろ自由になったこともあり、これから紹介するようなこともノートで書けるようになりました。ある程度の数の方々には知ってもらいたい内容ですが、かといってあまりに多くの人に知ってもらいたい内容ではありません。内容が内容だけに。国台湾ワールド史観に基づいて推察、考察をした上で、サニワメソッドを使って内容を聖地化しているので、ちゃんと内容を理解できて、その内容の情報的価値を評価できる人にだけ読んでもらいたいので、記事は有料にしています。だいたいどれも1000円にしています。今回紹介する記事も1000円です。いずれも60人前後の方々がすでに読んでくれていて、読んだ方からは、驚きや感謝のコメントやメッセージを多くいただいています。サニワメソッドというスピリチュアルみたいな方法を使っているので、スピリチュアルに理解がない人には全くと言っていいほど刺さりません。目に見えないこと、精神世界のことには、拒否反応を示しやすい脳の構造になっているからなのですが、男性だと父系である Y 染色体が高す、女性だと X 染色体の両方が高すの場合を高すと定にすると、日本人の高す率は3割ですが、私のノート読者は 95% がひたかすの人です。これらのこともサニワメソッドでわかります。たかすの人は、その証拠は、根拠は、ということで頭がそっちの方に行きますが、ひたかすの人はそうなりません。ひたかすの人は、これまでの私の動画で私の思考方法や主張内容から感覚的にそうかもしれないと直感や感性を大切にします。そして1000円というそれなりの金額を出してでも読んでみようと思って読んでくれて、結果的にそこから別の記事もどんどん読み進めてくれています。そして、嬉しいメッセージを多くいただきます。ということで、これから紹介する記事は9月15日以降は1000円を10万円とします。実質的なブロック措置です。内容が内容だけに、多くの人に伝えたい内容ではないからです。私とご縁があった方にだけ読んで、内容を知って喜んでもらえればいいからです。9月14日までに読む機会がなかった人はご縁がなかったということでしょう。まだ私のノートにたどり着いていない方へ。おそらく多くの人が気になっていることに答えた内容です。内容を真相だ、と思ってくださる方には、大変興奮してもらえる内容だと思います。三笠宮隆仁親王の3人の王子についての真相を追求したものです。深遠な真相を明かしていると自負しています。なぜこの2人が対になっているのか。それは読んでのお楽しみです。内容はかなりインパクトが大きいと思います。5つの記事の中で最も読まれているものです。石屋とはウバイドだけを指す言葉ではないことを明かし、人類がこれからどうなるかに言及しています。前編の石屋と高須と人類のこれからと対になっています。今が旬の内容であり、これからにも言及しています。
自身の将来の可能性を探るためにノートをやり始めてはいますが、金儲けが目的ではありません。伝わるべき人にのみに伝えることを目的として、ノートで様々な事柄について謎解きをして発信しています。今回の動画をきっかけに、新たなご縁を結ぶことができることを願っています。それが今回の動画を作った目的です。ノートへのリンクは動画紹介欄にあります。